ワクでね寝れないんですよね。もうごめんなさい。いやーねえ、なんか遠足の前ですバナナをおやつに入りますかみたいなね。いやー最近あれでしょうね、なんか僕らの頃はねバナナ論争でしたけど、そんな論争ない、300円までのおやつは税込みですかとかいうね、最近の子供はそんななのかな。今風だね。いや今日ちょっと夕焼けとかさ、明日の朝焼けとかもさ絶対綺麗でしょこれ。いや夕焼けとジャカシコのコラボ的な笑うな。いやもうちょっと黙ってえな俺。今が一番楽しいんだろうな、行ったらめんどくせえんだろうな、そんなもんですよね。いやいや、よし、ということで今日はとりあえずスーパーにまず寄って、食材を買って、で、テントを張ってやってみたいと思います。よし、地元のスーパーに着きました。バナナはおやつに入りますかだな。見えてきた。いやーいい橋だな。橋が橋なんや。いや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 、着いた着いた、おいやべえ。いいねー、いい原っぱだぜ。ふい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 、こうかな。もうね、結局 iPhone が一番便利。さあやっていこうか。疲れた。30分ペグを打ち続ける男、その日の夜テントの中で弾道ペグとペグハンマーをポチりましたとさ。こうだろ。感じですか。なるほど、ポツンって感じ。違和感しかない。これいいね、橋と俺とのコラボだよ。いいね、理解できないでしょ。いいやん。皮膚規模、まあな、こっちバナーはこっち。いやいやいや、キャンプってこんな疲れるもんだっけ。ペグ打ちだな、ペグ打ちがダメだ。ちゃんとしたハンマー買おう。とりあえずもう、
冷えてやがるぜ。疲れた。おお、輝いてるじゃねえか。いやー、乾杯。ありえんぐらいうまい。あれ、ライターある？やらかしたか？嘘だろう。いや、待って、ライター、ライター、ちょっと待ってくださいよ。あ、ライターいらんのか。いや、いる。ちょっと待って、いや、綺麗だな、これ、マジで綺麗なんだが。わあ。ミスター現実逃避。いやー、たまらんね、これ。いや、ていうか、ライター。あ、戻ってきた。おい、ライターない、おい。いや、そんなバカな。ライターはあるでしょ、どっか。あ、思い出した、調理器具の中だよ、ライター。もうあっちこっちでもだから動かしちゃダメなんだってば。もう、お、なに、かっこいいじゃん、なんかキャンプっぽくね。いや、キャンプだろ。え、あった、ほら、あった。びっくりさせないで。ちょっと風が強いね。風が強いな。こんな時はこれでね、覆えばいいんだよ。こうやって、おお、おおむねバッチリ。まあいいや。あれ、ライターだからどこ行った。もう帰れよ。あ、着いた。あっしゃ、やーっ。とりあえず目指し役。いや、おっさんだな、おい。いやちょっと絶対うまいでしょ、これ。もうダメだ。もう、はい。いや、ちょっとこれたまんねえな。いやだってこれっすよ。だってなんか超いいね。危機感やばい。多分ね、ずっと工場明かりがつくから夜も怖くないんですよ。完璧だね。怖がりだからね。しょうがないね。いやえ、いいの俺こんな幸せで。いや、これたまらんですな。あ、取れた。ちょっと取れたよ。ちょっと待ってくださいよ。今日焚き火できるかな。ちょっと待って、今日焚き火できる？てか、なんで取れちゃったんだよ。素人だから。あ、これ緩んじゃったんだ。これでバッチリよ。焼けちゃう。あー、びっくりした。ちょっと行ってみようか。あっ、食レポ。
まっ。おい、食レポ。いや、これはこれはいや、これ逮捕だろ。なんだよそれ。おつまみとかってこういう目指しとかってありだな。安上がりな男よの。うん、こういうのがいいかもしんない。いやいやいや、そしてここにすぐに食材が取れるという完璧だね。いやあ、恵比寿様すいませんね、ほんと正月なんで。いやあ、正月ぐらい恵比寿飲ませてくださいよ。正月だけな、なんというクリーミーでしょう。テレレンテンテン。いやー綺麗だな、もう尊いわ、尊い、もうほんと。いや、いいの俺こんな幸せで。やめろ、またケンカ飛ぶぞ。あの、皆さんも僕かもやりましょうよ。楽しいっすよ、これ。まあいいや。食べ物が好きな人もいいし。なんか、一人でいろいろやりたい人もいいし、道具が好きな人もいいし、最高っすよ。現場からお伝えしました。あれかな、夜とかになったら、釣り師とか来るかな。あ、釣りする人いたらちょっと積極的に絡んでやろうか。ダメです。いやー何これ、むっちゃそよいでるやん、風に。もう美しすぎる、もうとわにって感じ。あー、なんか今一瞬あれだな、心が無になったな。やべー、あのススキ揺れてるの見てなんか心が無になった。こんな瞬間ってあるの。おーっとでかい船。おーっと、なかなか心が無にならない。あ、でもこのロチア買ってよかった。ロチアすごいいい。ほら、地面スレスレでしょ。むっちゃ低いんですよ。あぐらかけるでしょ。むっちゃ楽。あー、いいね、このスタイル。足に近いからね。いやー。ちょっと、ほんでね、もうちょっとちゃんとね、グラスで飲むことにしたんですよ。やっぱりね、違うわ。違う。もうお酒なんてさ、もう味とかより半分雰囲気だからさ、うん、本当にリアルに 50% 雰囲気だと思うんだよね。楽しいやつと飲んだらうまいしさ、なんかあった時に焼け酒みたいなんで飲んだらまずい、まずくはないけどさ、うまいとは思わないもんね。お酒なんてさ、半分はさ、雰囲気なんだよ。だからいかに雰囲気をこう作るかっていうので、違うと思うんだよ。だからこれ多分恵比寿ですけど、恵比寿じゃなくても多分今日はね、うまいんですよ。もっともらしいことを言う。あ、恵比寿うめおいしい。いや、もうちょっと景色綺麗すぎて飲むの忘れてましたよ。永遠なれ。っていうかまだ明日までむっちゃ時間あるんですけど、どうする、おい。いやいやいや、今日はな、ちょっといいものもあるからな。でもね、忘れちゃったんですよ、炭をね。笑うな。炭火焼きできねえみたいな。致命傷だぞ。いや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 、どうしよう。あ、薪の火で焼く。いや、ぶっちゃけね、ブリカマ、ブリカマとブリの頭を持ってきたんですよ。あれをね、炭火でこう焼いてね、
塩焼きの釜でこう食べようかなと思ったんですけど、炭忘れちゃったんで薪で焼くか。でも薪って煙がすごいからな。どうなんだろう。ちょっと薪に火つけてみようか。これをこっちにして、あーでもなー、どうなんだろう。ちょっとこっちにしようか。いっはっあっちあで、ポールをちょっとかわしながらの、まあ、これぐらいなら大丈夫でしょう。これにして、でちっちゃい薪、ちっちゃい木から、X して、でこの X したやつに大きいやつをだんだんくべていくということですよね。着火剤がない、着火剤がない、もう終わりだよこの国。まあそうだ、これがある、これがある。あ、着火剤買わないとダメでしょうが、もうおバカだな。あ、いいんじゃないですかこれ、この感じ、料理と暖を取るみたいなね。おいいね、いいね。あん、え、何この炎の上がり方。つくかな。もうこんな時はあれしかないね。行くか。えい、秘密、あ、秘密兵器。あ、違う、テーブルじゃねえか。うん、テーブルじゃなくて。えい。やれないな。ああ、っと買ってから一回も開けていない。あれですよ、例のやつですよ。風を防いでやるやつ。ちょっとうちの方に来るように。これなんか妙、ああそうか、これでいい。またペグ打ちか。ペグ打ち嫌なんだよな。ハンマー、おいハンマー、あの焼きたたずのハンマー。もうちょっとこっちおいで。よし、これなら火防げるでしょう。火じゃないよ、風だよ。風防げるでしょう。つかないね、結構つかないね。あ、やっぱあれか、ペグ打ちしろってことか。リングをつけて、最初からつけとけよ。てかバリ取りしてないからこれできるよ。これいってえな。ペグダウン。さあこれでどうだ。見えねえ。これでつくだろう。いや、それで問題ありだろ。あれ、ライターがあった。もうすぐライターなくす。あー、猫ちゃんお元気か。あー、なかったことにする猫様。いや寒いなっていうか、これでどれぐらい暖かくなるかだね。これで暖かくなるんだろうか。あー、たきつけ持ってくればよかったな。余裕でつくと思ったのにな。日割り着火する様子を倍速で。お前つけ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 、薪の木をいっぱい持ってきたぞ。これ暖かいのかな。暖を取れるレベルなんだろうか。ついてね。
いやそのあるものっていうのがですね、正月にさばいたものなんですけど、ブリの頭、そしてブリカマ、もう絶対うまいよね絶対うまいよね。もう焼いていくよ。はい、じゃあロストルをここに置いて、どっちから焼こうかな。あ、うわ、ブリカマからいくか。いくよ。おりゃ。おお。火を絶やさないように。火を絶やすな。よし。これ絶対やるね。落とすね、俺。だって俺ジャカヒコだもん。これ絶対落とすわ。網引くか。この中に網あったでしょ。あったあった。はい、これあ、こっちにしよう。あった、よかった。これならさすがの俺も落とさねえぜ。大丈夫でしょう。さすがの俺もこれなら大丈夫だべ。いや、うわマジか。これ待って、酒の準備いい？大丈夫？おい、やべえ、我慢できねえ。こんな時はお得めサワーだな。いやこれむっちゃうまいっすよ、お得めサワー。あー、うまっ。お前だけや。行ってみるか。でかいわ。箸じゃ持てねえ。岩塩かけて、僕は酒飲みなので塩味が濃いくないとダメです。うわもうこの皮がうまいっしょ。それうまいよね。あ、うまい。だこれ全部肉でしょ。マジか。いやちょっと待ってこれ。やっぱあれだわ、炭火で焼いたらもう全然違う。薪だけだね。はあ、うまい。やっべ、ちょっと待って。いや男梅とかじゃないもんこれ。やっぱりなんだろう、何やっぱ焼酎でしょうよ。あ、やっぱ、まあ、焼酎の湯割りだよ。ちょっとお湯沸かして焼酎の湯割りしよう。最強な夫人だね。
もう、まあ、これだけ食べたから、まあ、まあいい。妖怪骨しゃぶり水。胸なり。あ、これも肉？ここも肉なの？うわ。あ、ちょっと待って、うまい。塩塩。もう酒飲むところじゃないもん、うますぎて。やかしこのセリフとは思えん。もう酒さえ邪魔みたいな。あ、男うめうめ。こりゃやべえわ。忘れ物あったけど抵抗だな。マジあったけ。薪ストーブもいらないね。わかった。あぶねえ、もうアマゾンポチるとこだった薪ストーブ。いらないわ。あったかいもんこれで十分。あったけー。予想以上だな。やっぱリフレクターだな。リフレクターすげえ。まあ瀬戸口だからね。そんなに寒くはなんないよね。さあ日本酒はいたかな。久しぶり日本酒なんだろうね。じゃあ今日はね、もうこの日本酒を全部開けたら寝ようかな。寝ようかな。だってまだ9時ですね。まあいいや、早起きして、まあここで朝焼けが綺麗かどうかは分かんないですけどね。なんか工場ですからね。とりあえず朝焼けを拝んですぐ帰りましょう。いやもうまだ帰んないけどね。飲んでね。はい、うまくいかない朝。いやいやいや、雨降ってきちゃったよ。マジ？片付けたんですけど、今日晴れでやったじゃん。なんで雨降んのよ。どうしよう。